アンソニー、バン、ダイクの羊飼いの礼拝国立西洋美術館修造は17世紀バロック美術の重要な作品であり、彼の卓越した技術と宗教的なテーマが巧みに融合しています。この作品はクリスマスの夜に羊飼いが幼子イエスを礼拝するシーンを描いており、バン、ダイクの芸術的な表現力とその文化的背景を考察する上で重要な位置を占めています。 アンソニー、バン、大工1599年、1641年は、フランドル出身の画家で、バロック時代の肖像画家として広く知られています。若き頃にルーベンスのもとで学び、彼の影響を受けながらも独自のスタイルを確立しました。特に、彼の肖像画は、人物の内面的な感情を捉え、 視覚的な魅力を持つことで高く評価されています。彼は後にイギリスに渡り、国王チャールズ一世の宮廷画家として活躍しました。彼の作品は王室や貴族たちに高く評価され、バロック美術の重要な一部となりました。羊飼いの礼拝は、キリストの誕生を祝う情景を描いており、聖母マリアが幼子イエスを抱く姿を中心に、羊飼いたちが集まっています。 彼らは驚きと感謝の表情を浮かべ、その服装からは出没さが感じられます。構図は円形で、見る者の視線を中心に導き、幼子イエスの神聖さを強調しています。羊飼いたちの配置や表情は、彼らの信仰心を巧みに表現しており、作品全体に深い宗教的意義を持たせています。番、大工の色彩選びは、作品の感情を高めるために非常に重要です。 温かみのあるトーンが用いられ、特に金色や赤色、茶色が多く使われています。これらの色は、ぬくもりや親しみを感じさせ、聖なるシーンに人間的な感情をもたらします。光の使い方も特筆すべき点で、中央の幼子イースには柔らかな甲が当たり、彼の神聖さを際立たせています。この明暗のコントラストが作品に奥行きを与え、視覚的なドラマを生み出しています。バン 大工は人物の表情や仕草において非常に高い技術を持っており特に羊飼いたちの多様な表情が際立っていますそれぞれの人物が異なる感情を抱いており驚きや感謝感動が微細に表現されていますこれにより絵全体が生き生きとしたものになり見るものに感情的な共鳴を与えます聖母マリアの表情は穏やかで幼子イエスを見守る母の愛情が感じられます 彼女の姿勢や目線は見る者に深い安心感をもたらします。羊飼いの礼拝の描写は当時の宗教的背景とも深く関わっています。17世紀のヨーロッパでは宗教が人々の生活の中心であり、絵画はその信仰を表現する重要な手段でした。この作品はクリスマスの祝祭を通じて人々の信仰心を呼び起こし、宗教的な教訓を伝える役割を果たしています。 羊飼いたちの描写は当時の社会階層や価値観を反映しています。彼らは貧しい労働者層でありながら神聖な出来事に立ち会うことで社会的地位を超えた特別な存在として描かれています。バン大工は肖像画家としての名声を持ちながらも宗教画においても卓越した技術を発揮しました。羊飼いの礼拝は彼のスタイルの典型的な例であり、 柔らかさと深いい感情が融合していますこの作品は宗教的なテーマに対する新しいアプローチを示しており聖なる出来事を人間的な感情と結びつけることで見る者に共感を呼び起こすことに成功しています彼の技術やスタイルは後のバロック画家たちに大きな影響を与えました羊飼いの礼拝はバン大工の芸術的成就を示す重要な作品であり 彼の技術や感性がの実に現れています。作品を通じて、彼は宗教的なテーマを人間的な感情と結びつけ、見る者に深い印象を与えています。この作品は、17世紀の宗教的文化や社会的価値観を探る上でも重要な資料となっており、バンダ大工の作品は今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。